宮迫です。こう飛鳥さんと安倍さんにはもうとてつもなく感謝してることがあって、うん、僕が25歳で親の借金を背負うことになったんですよね、うん、その1億円の借金ができて1億、そうなんです、25です。で、銀行が5000万、うん、当時商工ローンって昔あったじゃないですか、はいはい、商工ローンって利子 39% なんですよ、年間、はい、で3000万あったんですよね、それが、うん、でってことは年に1200万ぐらい増えるんですけど、うん、プラス闇金が2000万あったんです。闇金行ってたんですよ。僕絶対無理だと思ったんです、返すの。25で、はい、で仕事で僕そのままメジャーギメやってましたけど、うん、貯金が700万あったんですよ当時、はいはいはい、でも700万あったら逃げれんなと思ったんですよお父さんとお母さんとおばあちゃん連れて逃げることはできると思ってやめようと思ったんですよ、うん、でやめようと思いながらも弁護士のとこ行ったり何してる時に飛鳥さんから電話がかかってきて、はい、どうした大丈夫かって言って、で僕も人生最悪ですよね、うん、でもうこれこうこうこうでダメです、その面白いじゃないかって言うんですよ。面白いその話が、はい、お前は誰も経験できないことを経験してるよって言って、で今度の会に来てその話をみんなに面白く喋ってごらん、いやいやいや飛鳥さん聞いてました飛鳥さんしたら飛鳥さんが今からおさむが面白い発表がありますすごいな。それで僕がここもうとにかく明るく、だからまあ後のね滑らない話って多分そこだったんでしょうけど、まあそうですね、自分の体験をもう人生最悪の経験ですよ、はいはい、なのにブワーって明るく喋ったらめっちゃ笑ってくれたんだみんな。はあ、これ俺の経験は面白い経験なのかもしれないってちょっと麻痺るんですよね。もう朝方まで会議もしてるし、寝てないから。で麻痺ってあれと思ってすっごい気持ち楽になったんですよ。ほうほうほう。でそしたら今度それを気づけた東のプロデューサーの新井さんが、さんも聞いたぞっつって、はい、絶対やめんなっつって、うん、もう絶対才能あって俺はお金は、ね、出せないけど仕事を与えるからって、お前才能すごいからっつって、うん、仕事もらってそこから借金を返し始めたっていう。でまあ返すんですけど30ちょいで。すげえ。で返すんですけど、はい、でその時のやっぱ飛鳥さんが、うん、その辛いことを面白いことに変えろよっていう、はいはい、まあもうねですけど、なかなか言われてもなかなかできないけど、本当にそのきっかけいただいたから、うん、まず絶対的な感謝なんです、はいはい、で片や安倍さんは金スマっていう番組からずっとやったんですけど、なんか僕ら夫婦のことをすごい面白がってくれてたんで、ね、はい、結婚7年目に大島さんが、まあ、初めて子供が残念になっちゃったんですね、はいはい、当時は流産したら、うん、その後こう出す手術をしなきゃいけなかったですね、はいはい、今はそうじゃない病院も結構あるんですけど、お腹にだから残念になってしまった赤ちゃんがいながら仕事しなきゃいけないんですよ、それで数日間仕事行って、多分クロスカット当時相撲とかもやってると思うんですけど、まあ、家帰ってきてもう多分ダメだっていう感じがあって、もうこれこのまま芸人辞めるなって思ったんですよね、はい、なんですけど1週間ぐらいかな、その週末にお母さんが田舎から来てくれて、ただただカレー作って帰ってったんですけど、そのカレーが大島が大好きなカレーだったんですね。でもなんかそれを食べて元気が出て、自分で当時連載してたエッセイにそのことを書くって言い出したんですよ。で明るく書くって言って、はい、で自分の中でなんかそれだけじゃなくて、これをもうちょっと何か発信できないかって大島がそう思ったなと思ったんです、うん、で安倍さんに相談したんですよ、はい、そうやったら黒柳徹子さんの番組と金スマでそのことをちゃんとやりましょう、はあ、大島さんという芸人が自分でそのことを告白して、かつちゃんと面白く芸人としてやってんだってことを、うん、2つの番組でちゃんとやりますからって言って、それもすごい勇気じゃないですか。確かに。それってやったらものによっては批判も来るし、そうですね、言うんですけど、でもその安倍さんがやってくれたおかげで大島はよりこう復活できたし、うん、あと森さんちの大島っていう芸人のより深みもそのおかげで多分出たと思うんですよね、はい、ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。